の行方を占う最も重要な賞の一つが発表されました。主演女優賞はブラックスワンで新境地を切り開いたナタリー・ポートマン。 The performances this year in general. 主演男優賞にはベン・アフレック主演最新作も大特集。 Hi, Japanese fans watching.この全米映画俳優組合賞受賞式の模様は次週たっぷり放送します。この後はハリウッド映画を魅力的に演出する特製ハット専門店に潜入。さあ続いてはですね、ちょっと皆さんこちらをご覧ください。ドンと、この作品、はい、もう全てあるもの、まあ、小道具ですね。これ一つのねお店がこう提供しているということで、はい、そのお店に関するレポートをいってみたいと思います。Hello everyone watching CINE TSU, I'm Karu. Today I'm about to interview someone who is a master of hat making in Hollywood. ハリウッドのメジャースタジオがひしめくロサンゼルスのバーバンク。そこに75年の歴史を誇るカスタムメイドの帽子専門店バロンハッツがある。全て手作業で行われる帽子作りの手法を今も受け継ぎ、これまで8000以上もの映画やテレビにオンリーワンの帽子を提供してきました。往年の名作カサブランカや地獄の黙示録をはじめ、最近のジョニー・デップの作品など誰もが一度はここの帽子を目にしたことがあるはず。ジョニーの実際にかぶった帽子を手にしたレポーターは思わず、Oh my God. ジョニー・デップの匂いがするくらい。Wow, so you actually measure Johnny Depp's hat. もちろん必要なことだからね。確かにこのお店の帽子作りにかける情熱は半端じゃない。ラッセル・クロー主演の西部劇3時10分決断の時では、綿密な時代交渉と素材選びに徹底してこだわったという。そうだね、彼は妥協知らない男なんだ。この帯についてるビーズやトルコ石はわざわざアメリカ南西部のものを使っているんだ。ネイティブアメリカンが戦いの守りとして使っていたものを元に作ったんだが、これもラッセルのアイデアさ。How much would it cost to make a hat like this? このリボンはほとんど残っていないから80万円はくだらないね。$10,000 to just to make this hat. 帽子を作る際、どんなスターでも必ず行うのが頭のサイズの計測。これをもとに木製の型を作り、ぴったりの帽子が生み出されていく。この専用の器具で正確にコピーするんだ。これをもとに作られた木製の型。このお店には今もそうそうたるスターの型が保管されている。せっかく頭の型を取ってもらったからには帽子だって作ってもらいたい。そんなずうずうしいお願いにマークさん快く OK。 What does it really take to become a great hatter? やっぱり情熱を持つことかな。それが一番大切だよ。世界に一つしかない帽子を作ることが最高の喜びだ。俺にとって帽子作りは情熱を燃やして生きてきた証なんだよ。さすが一流の帽子職人、その熱い思いがハリウッドスターの心を引きつけているんでしょうね。これは簡単に作っただけだから多めに見てよ。あとはスタイリング、君の顔に合うのは、よし、いい感じだ。スチームアイロンを手際よくかけると、帽子はみるみるうちにその表情を変えていく。かぶってみて。Oh. どうだい？似合ってるよ。あっという間におしゃれなフェルト帽が完成。この道20年のマークさんの手はなんと帽子を作る形に曲がっていた。ハリウッド映画はマークさんのような匠の技で支えられている。いやすごいですね。まあそうですよね、やっぱり映画にはね小道具欠かせませんけど、帽子って、しかもあそこがほぼ一手に引き受けてるっていうね。ちなみに、このお店、ちょっと変わった帽子もデザインしたのです。この帽子って知ってますか？もうわかりますよ、これは。ちょっとわからないですね。あれでしょ、ウッディの彼女。はい、ジェスティ。でもさ、あれ CG 作品でしょ？そうなの、だから実際にこの帽子をハンメイドで作って、それをスカンして CG にできましたの。そんな作り方してんだ。ハリウッド映画、なんかね CG とかで、